チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。事務局の栗山でございます。南港研究会代表理事の山下です。女性管理者が取る国際論、また山下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、前回閲覧注意良い子は絶対真似しないでねっていうようなね、はいはい、見物を取り扱わせていただきましたやっていただきましたでもね、言うなというとね、言いたくなっちゃうのは ね、人間の弱いところ で、ね、はい、みんな絶対真似しないでくださいね、はい、大変なことになるそうです。はい、そうです。はい、では今日はどんな話になりますか。今回はよくお問い合わせをいただく、参拝マナーといいますか、ドレスコードについて。ほうほうほう。神社参拝のドレスコード。ああ、そういうのあるんですね、ドレスコードって。一応ね、はい、知ってるかな。そうですね、意外とご存じない方は。普通の普段の格好で行って普通に拝んでますよ。ですよね、ですよね、はいはい、ですので、まあ、その辺はちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。わかりました、はい、ではまた大越さんと変わりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではですね、進行大越茂太と申しますけども、務めさせていただきます。また今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今社長からのお話ありましたけれども、うんうんうん、ドレスコードですよね、うんうん、私たち、まあ、基本的にはもう本当にこう地元のね、氏神様なんかに行く時には普段の格好で行っちゃうし、はい、ただやはり靖国神社へお参りする時なんかはスーツにしますよね、はい、で、まあ、当然正殿参拝ともなるとそれなりの格好するわけですけど、はい、確かにドレスコードが何か決まっていることがあればね、うんうんうん、教えてほしいなっていうのは、はい、ちょっといつもこう疑問に思うことがあったので、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそでございます、はい、はい、まずその参拝の方法にいくつかまあ種類があるっていう、まあ、前提をお話ししますね。大きく分けて正殿参拝と、まあ、そうではない普通の一般参拝っていうのがあって、まあ、一般参拝っていうのは、まあ、神社にやってきてお賽銭を入れてジャラジャラとやって、まあ、2礼200首1礼をしてお参りをするっていう、まあ、それもご存じない方も多いかもしれないけど、まあ、まあそういうお参りの仕方が一般的な参拝で、正殿参拝っていうのはまた別にあります。これの正殿参拝がさらに2つに分かれていて、1つが御祈祷、1つが正式参拝でございます。はい、何が違うのっていう話なんだけどね。御祈祷っていうのは大体願文があるんですよ。例えば交通安全とか、うんうんうん、心身健康とか、はいはい、うん、なんか学術向上とか、うん、なんか選ばれそうね、選ばれるように結構なってたりもなっていますね。でそれを言うと、はい、なんかそれを言ってくれるみたいな、そう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 、あれがいわゆるご祈祷でございますね。はい、で正式参拝っていうのは願文がございません、はい、おー、うん、ですのでご祈祷の時には神主さんがペラ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 と呪文を唱えられますね、うんうん、祝詞を掃除をされます。そこに願文がどこどこのに住まいする、うん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 、確かに大河内茂太さんはこういうこ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 ういう人 でこの人がこういうことを願っています、神様には大変恐れ多いお願いでございますが、ぜひこのお願いを叶えてくださいみたいなことをね、まあ、この祝詞で掃除するっていうシーンがワンシーン入るんですよ、はい、まあ、前後、まあ、いろいろお祓いとかある前後でそれが入るんですね、はい、うん、で正式参拝の場合は願文がないんで、うんうん、普通にまず掛け幕も賢きイザナギの狼みたいなお祓いのね、うん、払い言葉をやります。でそれやってからもうすぐ玉串拝礼に移ります、うんうん、なので願文がない。なるほど、うんうん、っていう非常に簡略な正式参拝っていうのが正殿参拝、先ほども申し上げたように正殿参拝の中で正殿参拝の中に2つあります。2つあるんですね、はい、ご祈祷と正式参拝と両方あるということになりますね。これ正直なところ、うん、まあお礼っていうかね、うん、こう玉串料みたいな形でお支払いするじゃないですか、はい、これなかなかちょっと聞けないんですけども、うん、ちょっとそれぞれやっぱりこの正式参拝とご祈祷ではね、うんうんうん、ちょっとお値段は違うんですか。ね、神社によって規定してるところもあるんですよ、うんうん、例えば一応ね、ご祈祷金って書いてあるんですね、うん、なんていう意地かっていうと志で納める、要はお気持ちで納めていただく、うんうん、お気持ちで納めていただくと言いながら 何千円以上とか一応ね、うん、定義されている神社もあるんですけれども、ほぼほぼ多分定義されてないんで、皆さんよくそれは確かに聞かれます。で、まあ、大体、まあ、私はお答えさせていただくのは、まあ、ご祈祷だとか正式参拝、いわゆる正殿参拝の場合はやっぱり最低でも5000円、うんうん、から1万円くらい、多かったら3万くらい、うん、していただく
ければみたいな、あの企業さんとかだと3万ぐらいがいいと思うよ。なるほどね、うん、で個人さんだとまあ5000円から1万円、まあ、できれば1万円だと、うん、あのしっかりやってくださると思うし、お下がりとかもねありますからね。なるほど、はいはいはい、そういうことなんですね。わ、うんうん、かりました、はい、まああのすごくそれ気になるところなんでね、はいはい、で、はい、まあ、そうやって正式参拝はあるわけですけど、はい、正式参拝以外であの我々が普通にこう参拝するっていうのはもう別にそれに関してはもう別に何のルールもないんですか。まあ、まあ何のルールもない、ルールもないというか、それこそドレスコードの話してるので、まあ、そうですよね、うん、はい、なので、まあ、中にはねすごく気にされる方がいるんですよ、うん、普通に参拝するにしても、例えばこの間私いただいた質問で、はい、ま、真っ黒な服と真っ白な服はダメでしょっていうふうに聞かれて、はいはい、ダメなんですかって聞かれて、うん、いや全然そんなことないですよ、逆に真っ黒真っ白いいんじゃないですかっていう話をしたんだけど、いろんななんか噂が出回ってて、うん、それを信じちゃってる人が結構いらっしゃるんですよね。でやっぱり一番理想的なのは礼服が一番理想的なんで、礼服になれば大体真っ黒になるんですよ。まあそうですよね。真っ黒っていうのはシャツとかまで真っ黒って、ああそういう意味じゃなくて、それも服になるから、そうだよね。いや、毛服でも真っ黒にはしないと思うんだけど、毛服はダメですよ。毛服はダメなんで、ね、あの、ね、こうカラーは白にしましょうね。そうですよね。上着黒、はい、で、あの上下の黒、別にあの、ネクタイは何色でも基本的にいいですか、ね、まあ、いいです、はい、大丈夫ですけど、まあ、よっぽどなんか大祭とかにとか、うん、昇殿されるとかなるとね、うん、あの白とかは、まあ、そうでしょうね、ですけどね、うん、くらいな感じで、うん、で、特にね、女の人が気をつけてほしいな、はい、うん、ドレスコードで、うん、で、特に夏、うん、夏サンダルは絶対ダメなんですよ。あ、なるほど。サンダルは不可なんですよ。素足を神様にさらすっていう行為が非常に不敬。ああ、そうですか、うん、なのでそれをやめていただきたいって思います。要は昇殿する時の話ね。ああ、なるほどね、うん、まあ、できればもしもう神社に参拝すること分かっているのであれば、一般的な参拝であっても、まあ、できれば、まあ、サンダルとかやめられた方がいいのかな、まあ、そもそも足場が悪いしね、うん、やっぱり普通にかかとがある靴の方が、まあ、いいんじゃないかなと思いますし、ましてや参拝する場合は絶対素足は不可だし、あげてもらえない神社によっては。あ、そうなんですね、はい、です、うん、必ずだから靴下か足袋か履いておくってことですね。もう絶対必須ですね、うん、だし、あと着物で参拝されたい方なんかだと、例えば浴衣で素足じゃないですか、うん、だから浴衣はもう不可ですね。あ、そうですか、浴衣で行ってもダメなんですね。ダメですね、まあ、一般的な参拝はいいですけど、あのよくお祭りやってたりするんでね、夜祭りとかで、まあ、そういうのはまあ全然いいんですけど、やっぱり昇殿ってなるとそこは気をつけていただく方がまあいいんじゃないかな。絶対、まあ、現金っていうふうに言ってる神社っていうのは皇太神宮くらいなんですけど、他の神社さんはそこまできつくは言われないですけど、皇太神宮伊勢ですね、伊勢神宮さんくらいですね。あの御垣内参拝するときに浴衣で行った人がいて断られちゃったんですよね、うん、それはやっぱり浴衣っていうのは、あるいはあのまあ現代的に言うとパジャマというか、あ、なるほどね、そんな格好でお参りするなんてっていうことになるので、やっぱり、うん、あの着物でしたら一番無難なのはやはりその柔らかものの、うんうん、あの紬とかではない、うん、染め物のお着物で行くといいということですね、うん、まあまあ別に顧問でも大丈夫と思うけど、うん、節目節目の大切なお参りであるならば無地、無地か付け下げ、まあ、訪問着、まあ、その辺とかにしてもらえれば、まあ、絶対大丈夫だし、やっぱりその神様に誠意を見せれば見せるほど、その誠の心っていうのが神様に伝わっていきますから、より願いを聞いてもいただけるっていうことで自分には返ってくるわけです、うん、そういう意味でも、うん、その辺のドレスコードはぜひ守ってもらった方がご自身のためにもいいんじゃないかなって思いますね。あとはそうですね、その、まあ、できるだけ地味な方がいいんでしょうかね。あんまりカラフルな、うん、こう赤いドレスとかそういうのは避けた方がいいんですか。全然あの大丈夫ですけど、ただ素足は避けてくださいっていう。とにかく素足はダメ、サンダルがダメってことですね。サンダルがダメ、あとあんまり肌をさらすようなものとかはダメです。女性ね、やっぱり女性の場合ですけど、あんまりこう肌をさらすのは、うん、不敬になる可能性があるので、まあ、その辺も避けましょうとかいうことは思います。あのカラフルは私よくカラフル着てるのでるすいませんって感じですけど、まあ、あとは革製品のもの、革ジャンとか、あまりそういうのあの汚れに通じるものは極力避けた方がいいのかなっていうのもあります。なるほどね、はい、あのなので、ね、よくあの成人式とかでこう
って本当のね、毛皮の あのあれをつけたまま行かれたりとかすることもあるかもしれないけど、まあ、できたらそういうものを外してされてからの、ね、うん、神社参拝の方がいいのかなと思ったりもしますね。うん、私は本当にあの毛皮は極力神社の時に着ないように気をつけて。ドレスコードということなんで、そういったところをですね、あの気をつけながら、ね、参拝したいと思います。よく聞かれるんですよ、どんな格好で行ったらいいですかって言われるんですけど、まあ、男性はまあ基本昇殿される場合はスーツですね。で、女性はまあスーツかまたはワンピース、うん、みたいなもの、うん、で、いずれもデニムは絶対厳禁です。あ、なるほど。デニムはダメですよ、はい、もう普段着になっちゃう、うん、だから着物も紬はダメなんですよ。紬はデニム相当なんで、言われる神社もあるかもしれないんで、まあ、それぞれの神社さんに確認されたらいいとは思いますが、一応あの基礎知識として知っておいていただいた上で、まあ、各神社の決まりに従っていただくっていうのでいいのかなと。そうですよね、はい、行かないよりも行けてたお参りしてくださった場合は嬉しいことね、それもあるかもしれないし、ね、食べたことがあるかもしれないし、ね、あとね、まあ、ちょっとそのドレスコードもそうなんですけども、はい、まあ、ごく当然の知識はい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 、どこだ、ね、真ん中っていうのが実は正中線っていうんですよ、はい、でそこはどういう場所かというと神様しか通れない場所なんですよ。だからそこを人が通ることが避けだという意味で真ん中を避けるっていうのが続いて、はい、ですので私たちも神主に行った方においても正中の方っていうのが実はあるんです。神様のところに立って消しに行くという場合があるんです。本人は上位、つまり神様から見ると反転するんです。反転して左の方が上位だからね、本当はね。なるほど。なので昔のあの大臣でさ、うん、左大臣、右大臣って言っちゃう。どっちが上かご存知？左大臣の方が上だ、ね。上だよね。これどこから見たらいいの？左には。だから結局その向こう反対から見て、そういうこと。ね。御所から見て。うん、御所から見たら向かって左、つまり一般の方々から見ると向かって右が上位なんですよ、うん、だから左大臣が上なんですよ、うんうん、とかそういうことね、京都でも左京区って右側にあるでしょ、うん、あれなんで右に左京区があってるの、うん、本当だね、っていうことでつながるんですよ。いや、一つ勉強ありましたね。ありがとうございます。全部つながってるんですよ、はい、ですので、うん、ま、あと、まあ、すごくマニアックな話になるけど、うん、もし覚えておられたら、はい、あのまあ、神社入られて、まあ、真ん中裂けますよね、うん、でもし、まあ、じゃあ自分は男なんで上位から入ってやろうと思って、ま、右側から入るとするしますやん。でそうすると右から入る場合正中線一番尊い場所なんで、うん、ここ一番最高位ですね、はい、で右から入りますよね。そうするとこっち側が尊いので、うん、尊い側の方の足は極力先に出さないんですよ。なので正中から遠い方の足から出します、うん、つまり右足、うん、右足から出すという感じになります、はい、そこまであるんです、ね、はいはい、その方がまあいいとされてますね、うん、逆に言うとこの正中から向かって
左側から入りたい人は左足から、うん、から行くと、うん、といいですよっていうのがあります。そして、はい、まあ6月かな、血の輪って言います、はい、血の輪くぐり、ね、血の輪くぐり、あれ聖地に置いてあるんですけど、はい、あれは聖地作法で本当やらなきゃいけない、うん、聖地だから、うんうんうん、っていう場合も左足からやっぱり入ります。それは決まっていますね、はい。で左右左と回って最後聖地を抜けていくっていう、そういう流れになるんです ね。本当はちょっといろいろね、ガラガラとかやり方とかね、うん、あとその2例2拍拍手じゃない場合もあるじゃないですか、4拍手とか出雲とかは ね、 ね、そうですね、違いますよね。ちょっとそんな話も聞きたかったんですけど、はい、もう時間やってきちゃいましたね。はいはいはい、後半ちょっとそれやってから読めましょうかちょっと一瞬だけね、はい、はいはい、すいません。それでは時間がやってまいりましたので、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。引き続き後半でお楽しみください。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。